にやき早いです。ちょっとね、変なもんついてるのでね、外していきます。でね、もう一個ね、ウインカーもダメなのでね、それね、また後でします。とりあえずね、外していきます。これね、キャップついてたんで、キャップね、先に外してます。こいつね、こんな感じでね、緩めていきます。で、こいつはね、ここで外れて、ワッシャーがサンドイッチされて、こいつはこいつでね、またね、こういうやつがね、ついてるのでね、まずね、こいついきます。こんな感じでね、で、ワッシャーがあるんでね、ワッシャーね、なくさないようにね、します。ちょっとね、左右外したとこからいきます。これも一緒でね、回してね、抜いていくだけです。まあ、抜いたとこ行きます。とりあえずね、外しました。でね、4ナンバーなのでね、で、まあ前後ね、5ミリ以上出るとね、車検に通らないのでね、まあ外しました。で、後ろね、行きます。でね、このウインカーね、この流れるウインカーはね、車検ね、この点滅はいけるんですがね、縦に流れるとダメなんですね。横は OK、 縦はダメなのでね、とりあえずね、直していきます。とりあえずね、直していくのにね、とりあえずビスね、外しました。まあ、抜いたところからいきます。この入れ替えのね、ハーネスあります。これをね、抜いてね、黄色の方にね、入れ替えます。まあ、入れ替えてね、取り付けたとこ行きます。とりあえずね、右側ね、やりました。まあ、両方ね、直していきます。今回はね、まあ、車検に通らない部分をね、まあ、通るようにね、しました。とりあえずね、このままね、納車します。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。